こんにちはつい最近、現役を引退したのに、バルセロナからオファーが来ました。シュチェスニーです。加藤です。こんにちはね、明治の3、T、1リーグ第32戦川崎フロンターレ対 RX のよの試合が行われますということでね、本日もいつも通りね、まあ、マッチプレビュー動画ということで、まあ、いつも通り相手の川崎フロンターレさんの方の情報だったり、弱点だったりをまとめてきたので、ちょっと早速語っていこうかなと思ってますと。 まずね、あのー、最初、まあ、出場停止、えー、ファンウェルメスケルケンサイが、あの、前節の名古屋戦で、えー、レッドカードもらったため、えー、出場停止ですね。右サイドバックの選手だね。うん。で、まあ、前節ね、あの、アウェーで名古屋グランパスに2対0と完封巻き起きして、まあ、15位に沈む川崎フロンターレで、なんですが、まあ、いいとこというか、結構ターニングポイントはここかな、やっぱり。まあ、いい意味でも悪い意味でも、まあ、両サイドハーフが結構流動的。 だから、注意かなと。うん。これ、いい意味で言ったら、結構、家長、家長は割と、あの、トップ下みたいなとこまで、結構中で絞ってくるしで、マルシーニョに至っては、もうほぼ山田シンと、ワントップの山田シンと並ぶ <laughs>、みたいな感じで、あの、いるから、結構その辺は、まあ、注意かなと。うん。ある意味。で、悪い意味。うん。悪い意味で言うと、結構その、わ、ウィングで、ウイングの位置で仕掛けられないというか、うん。 あんまり、その、前節の試合見たんだけど、家永が、あの、右のね、あの、ワイドの位置でボール持ったりとか、は、あんま見ないシーンだったし、まあ、丸シーンは、多少は、そういうシーンはあったんだけど、ただ、そこまで純あの、めちゃくちゃサイドで仕掛ける、あの、 感じの戦術ではないんだなっていうのは感じたし、まあ、そこはその悪い意味で言うと、その、中に選手が密集しすぎて、あの、逆に流動性ってなくなるんじゃないのっていうのは、結構名古屋戦でもそういうシーンが多かったから、まあ、そこは結構弱点かなっていうのは、あの、思ったね。ま、ああと、サイドバックが持ったり、持ったりする時とかはね、結構出し所ないなっていうイメージもあったから、うん、だからいい意味でも悪い意味でも、ちょっとそこは、あの、他のチームとは、ちょっと特殊かもしれないかな。うん。で、次。 え、当 <laughs> の山田がハマると、まあ、怖さはある。うん、このトップ下のスタメン予想で、当の、ワントップ山田予想なんだけど、まあ、ここもね、結構、名古屋戦は、あの、結構惜しいシーンはあったんだよね。結構いいビジョンは見えてるなっていうのはあったんだけど、精度がちょっとだっていうのも、あの、あったりしたから、でも、そう、ビジョンはね、結構、あの、 いいとこ見てるのよ。東野もあの、山田も。うん。しっかり感じてるから、二人とも。そう、だからね、あとはほんと精度だけなんだけど、だからそこが結構ハマったりすると、嫌かなっていう。うん。まあ、この二人、そんなにね、別あの、でかい選手でもないし、なんだけど、まあ、どっちもね、結構足元は、あの、技術あったり。まあ、山根に立ってやっぱシュート技術。うん。だそこまでに、あの、山根に、 あの、山田のパサーになる。まあ、トーノ。うん。トーノも結構動き出して、裏でボール受けれる選手だし。うん。でここの関係性がハマると結構怖いかなっていうイメージがあるかな。で、次。え、まあ、クロスの質は、ま、高めかなと。うん。まあ、家永も、あの、割と、まあ、中の位置でボール持って、あの、ペナカクかなペナカクら辺でボール持って、左足でクロス上げられると結構怖いかな。うん。ていうこの左サイドバックの三浦颯太も左利きで、結構左足でいいボール。 上げるなっていうイメージだし結構、三浦颯太はもうオーバーラップしたら割とすぐクロスを上げる印象があるし。うん。で、そのクロスも結構、はぁーみたいなクロスは上げないイメージがあるから。うん。ただそこまでね、前線は高さがないから、うん。あの、まあ、エリソン、途中出場で入ってくるだろう、エリソンは、まあ、高さはあるけど、うん。あの、スタメン予想だと。 そんなに高さだったり空中戦強い選手は、あの、まあ、山田ぐらいしかいないからね。まあ、山田もでかくないけど、結構空中戦は強いから。まあ、そこは注意かなと。うん。で、次、え、まあ、ビルドアップ面だったり、まあ、前と後ろの距離感はあんま良くないっていう印象だね。うん。まあ、ビルドアップ面は結構、まあ、高いコータとかは、ね、日本代表に選ばれたりして結構逸材なんだけど、あの、割と結構ビルドアップ、結構危ないシーンもあって、佐々木朝日もセンターバックで出た時、あの、危ないとこもあったし、 ま、サイドバックもね。うん。で、あと本当に、さっきも言ったんだけど、その、ワイドの選手が、ワイドにいない時があるから、その、後ろがね、あの、出したくても出し所がなくて、で、ボランチが持った時も出したいんだけど出し所がなくて、みたいなシーン結構あったから、そこは結構狙い目かなっていうのは思ったね。で、まあ、スタメン予想なんだけど、まあ、キーパーチョン・ソン・リョン。で、多分右サイドバックはファンウェルメスケルケンサイがいないから、多分佐々木アサヒだと思うんだよね。うん。で、えー、高ー孝太。 えー、セサルアイダル、三浦颯太、だと思うかな。で、大島良太が、あの、怪我したから、まあ、多分川原、立花だ。うん。で、右から、ま、家田だトップ下、東野。まあ、もしかしたら脇坂。うん。で、左はマルシーニョで、ワントップは新山田。かなと思いますね。いって、次ね、えー、新潟のお話なんですけど、すいません、あの、先にね、予想すため。えー、まあ、キーパー小島。で、右サイドバックは藤原。で、一応、マイケル・ジェームスとデンの予想だけど、マイケル・ジェームスはとどうなんだろうね。 多分、釣っただけだと思うんだけど、多分、釣っただけだったら、ジェ、マイケルとデンだと思うんだけど、マイケルが出れないってなると、まあ、デンと千葉になるのかな。うん。で、左サイドバック、橋本。で、えー、ボランチは秋山と島田。で、右に高木、左に谷口。まあ、あの、前線は長倉、小野。うん。まあ、こんな感じだね。うん。で、最初、えー、まあ、宮本がね、残念ながら、あの、出場停止ということで、累積でね、出場停止ですね。うん。で、えー、次。えー、相手両サイドハーフは、 えー、守備意識高くないためサイドで、えー、ガンガン仕掛けて、まあ、サイドバックもどんどん攻撃参加、えー、しましょうということで、うん、あの相手のね、まあ、家長もマルシーニョも,もう守備意識っていうところではそんなに高くない選手たちだから。 で、プラスなのは相手のね、サイドバックも、まあ、佐々木に関しては予想のね、右に入るだろう、佐々木は、あの、守備結構上手だけど、まあ、三浦聡太はそこまで守備上手なイメージはあんまないから、そうだからサイドで結構ガンガンね、仕掛けて、サイドバックも関わらせてっていけば、あの、結構得点のチャンスってのがあると思うし、得点自体はやっぱ新潟1、2点ぐらいは俺絶対決められると思うんだよ。うん。で、次。 え、ま、長倉は、えー、あ、違う、長倉おのは、ま、ガンガン裏を狙おうということでね。あの、前節のね、その、川崎対名古屋の試合を見たんだけど、ま、あね、我らが新潟も、あのー、<laughs> やられていたね、長井健介にね、めちゃくちゃ嫌がってたよ、川崎のディフェンダーは。うん。長井もガンガン裏を狙うし、まあ、泉とかもね、泉とか森島とかも結構、あの、頻繁に裏を狙ってたから、だから結構裏、 あの、飛び出す選手が多いと、川崎のディフェンダー嫌がるんだろうなと。あの、見てて思ったから。から長倉も小野も、まあ、谷口とかもそうだけど、結構裏狙うのは、あの、上手なプレイヤー多いから。だらそういうとこでは結構相性の良さっていうのは見せれるのかなとは。あの、個人的にはこの前の試合見てて思ったかな。うん。まあ、特に長倉なんかはね、本当に後半で運動量をしても、あの、ずっと走ってられるから。本当にロボットのように走ってられるから。うん、だからそういうのを結構活かしてほしいなぁ、うん。で、次。 え、まあ復帰組の、えー、まコミ、そして松田は大期待。うん。まあ復帰濃厚、うん。多分ね、どっちもベンチ入りぐらいすると思うんだけど、まあね、あのー、今、高木が右サイドハーフやってるっていう、なかなかね、その、<laughs> 純粋なサイドハーフがいない問題がね、右、右にいない問題が起きてるから、だからコミ、松田、両方ね、まあ、右できる選手だからね。だから、やっぱ、ここは期待だね。うん。まあ どっちもね、やっぱスピードあって、結構ガンガン仕掛けれる選手だから。で、川崎もね、さっきも言ったんだけど、あの、サイドの守備っていうのは苦手としてる部分だと思うから、この二人には結構期待かな。で、次。え、まあ、いつも通り、まあ、クロスには注意。うん。まあ、さっきも言ったんだけど、川崎の、あの、まあ、家長だったり、まあ、相手に左サイドバックの三浦総太だったりは、あの、結構クロスっていうのは持ち味にしてる部分だから。だから、新潟ね、ここさあの、最近ずっと、 クロスからの失点、うん、っていうのは続いてるから、そう、だから、うん、注意だね。もうここ3試合連続くらいで、あの、続いてる気がするから。だからもう本当に、まあ、苦手としてる部分だろうし、まあ、川崎もそこを狙ってくるだろうから、注意だね。で、次。えー、まあ、一瞬の隙を狙っている、まあ、新山田、うん、山田新に注意だね。うん、まあ、山田新ね、あの前説、前節、前節ねや、前回あの、 あの、ビッグスワン、ホームでね、対戦した時に、まあ、後半のね、アディショナルタイム <laughs>、劇的なのね、決められた選手なんだけど、まあ、彼もね、ほんと一瞬の隙っていうのを見逃さない選手だし、まあ、今ね、得点ランキングも日本人だとトップタイ、鈴木優馬と並んでトップタイに、え立ってる選手だし。そう、だからそこまで高さはないんだけどね。うん、ただやっぱスピードだったり、あの、シュート技術の高さ、決定力の高さだったり、ほんと隙を狙っているプレーっていうのはすごく多いから、 だ彼には結構やっぱ注意かな。特にまあビルドアップの時だったり、うん。キーパーから繋ぐとことかも結構狙ってくると思うしね。うん。でまあ次、え、松林さんは、まあ判断早めに。うん。これ結構大事かな。で特にこの秋山と島田っていうこのコンビは、やっぱどっちもね、ちょっとアスリート能力に欠けてるボランチではある。うん。まあただね、あの、新潟のボランチ像には結構合ってる。島田の前説は良かったから。うん。 ただ、やっぱ後半のね、あの、運動量落ちてくる時間とかに、まあ松橋さんが早めに動いてあげないと、ね、前回のビセル神戸戦みたいに連続でね、あの、<laughs> 逆転されるっていうのも全然ある展開だと思うから。そう、だからね、やっぱ松橋さんは結構早めに動いた方がいい。まあ星がね、多分ボランチで途中で出るんだろうけど、うん。結構早めに動くっていうのもやっぱ俺的には大事なのかなっていうのは思う、ね、まあね、やっぱり近所で、 まあ、とどろきだと、やっぱとどろき劇場にね、注意だと思うんですけど、まあ、絶対にね、ここで勝って、まあ、残留争い、うん、残留争いをもう忘れさせるぐらいね、あの、勝ち点積んで、うん、川崎をね、プッ倒しましょうよとか、相性の良さ、見せつくてやろうぜ。カードでした、っイり。